久保さん床屋なんかリーゼント決まってますね <laughs> まあなんかあの僕も17年やってますけども17年やってみて見えたことがありますね17年やって見えたことがなんだろうな見えてるものが見えるようになったっていうねこれはね深いんじゃないですか 見えているものが見えるようになったっていうねうんこれはねまあ久保さんだったらわかると思うんですけど見えるものが見えるようになったと普通だったら見えないものが見えるようになったじゃないですかでも違うんですよ17年やって見えるものが見えるようになったこれがわかる人いますかもしわかるんであるならばその道のプロかもしれませんねいってらっしゃい